そう登っていくのか。すげえ重力がかかってそうやなこれ。というわけで、皆さんこんにちは。今回もドラクエ9、やっていきますよ。なんだかんだで女神の果実を結構回収して荷物を圧迫しているということで、一旦てうん？なんか光ってんな。この光はまさか、ハゲ？本当にハゲやんけ。ちなみにプレイしている時も光っている時、お？ハゲか？とか冗談で思ってたら、本当にハゲだった模様。ハゲが一体なぜ、この桃鉄に来たんや？もはやライトフォースの時しか、思い出さない存在になり果ててたぞ。何言ってだこいつ。地上にいる時ならタクシー代わりでハゲに頼んでたかもしれんが、もはや桃鉄は天使界に動き出してるんだから、頼む通りもないやろがい。ハゲさあ、自分が上級の天使だと思い込んでるようだが、すでに私の方が、上級なんじゃないのかい？ハゲ、これ絶対何か、企んでますよね。この展開正直言って、意味がわからんもの。どうしたハゲ？上級天使のくせに帝国とかいう軍勢に、ヘコヘコしとるんか？そんな小物でええんかお前は。私もヤバいと思ってるぞ。もともと私に対して、上級天使には逆らえんとかいう、超絶パワハラをしてたやからなわけですしね。は？おうおう、力ずくで奪い返してやろうじゃねえか。私の地獄の豪華が、火を吹くぜ。ちょ、体が動かないという概念は、なんやねん。ずっと思ってるけど、何をもって上級天使という扱いになるねんこのゲームは。私は女神の果実を大量収穫しとるんや、その時点で何もしていないハゲよりも仕事しとるんやから、私の方が上級天使やすいません許してくださいなんでもしますから。かわいい。この動きをしてる時のサンディちゃんが、一番愛嬌があっていいですよね。爆速で飛んでる乗り物の扉を開けたらいかんでしょ。映画とかで見る展開やんけ。お、サンディちゃんのお色気攻撃で、ハゲを一殺作戦か。それは多分というか間違いなく、うまく決まると思うぞ。あ、ドラクエモンスターズ3で見たことある闇のドラゴンと、あれは確か、ゲルニック将軍とかいうやつですかね。ちょいちょいドラクエモンスターズ3で見たという例えをしていくと思いますが、そこが私の情報源なので、許してヒヤシンス。なるほどなるほど、天使界がこの先生き残る術はないということで、帝国軍に寝返ったという感じか。そのドミールの血とやらが、次の目的地のようですね。私はやられたふりをしていますが、聞き耳だけは立てていますからね。ほげー、飛行中止、攻撃中止。いかん、私が映画みたいに空中から投げ出されてしまう、助けてサンディちゃん。あの高さから落下して死なないなら、ハゲの攻撃ごときがあんなに、食らうわけないんだよな。動画には載せていないですがここは、ナザム村という場所ですね。よそ者は帰れ、みたいな感じの村です。ブクマしてる時に見つけました。はよ助けろや。お前らさては倒れてる私をスマホで撮影してツイッターに投稿して、バズろうとしとるな。やっぱりハゲってクソだわ。おそらくは何か裏で画策して、その帝国とやらを始末してやろうという作戦なんでしょうが、それにしたって、私を始末しようとするのはいかんでしょ。
私が死んでたら、どうするつもりだったんだよハゲは。うす、ラシアと申します。連呼するつもりはないんですが、いざやある会なのでどうしても、ハゲを連呼しています。ハゲめ、変装して様子を見に来ているようだが、私の目はごまかせんぞ。ほえー、この村、滅びかけたことがあったんですねいやー、私の尊敬する上司はどうやら、黒いドラゴンとズブズブのようですが、私と黒いドラゴンは、関係ないっすねよそ者は嘘をつくって、どういう理論やねん。この村の奴は嘘をつかないという理論の方が、よっぽど危ういしそうやろ。閉鎖的ということを言いたいのかもしれませんが、もし村長が嘘をつく人だったら、どうすんねんこの村は。その空の英雄グレイナルとかいう奴に会いに行って、黒いドラゴンをやっつける展開のようですね。グレイナルって多分ドラクエモンスターズ3に出てきた白い竜ですよね。そいつを仲間に引き入れて、いよいよ空を自由に飛び回れるようになるんでしょうね。ははーん、話が見えてきたな。ちょいちょい出ていたフードをかぶった女が多分この村の出身で、よそ者を連れ込んだ感じやな。ずっと見えてたぞ。見えてたけど、ガン無視されてただけや。了解了解。ついにこのラテイナの話が、動き始めるみたいですね。なんかこの村、守護天使の扱い雑じゃない？普通はピカピカに磨かれて、もっと丁寧に扱われてるはずなんですけど。本当にこれ、守護天使の像なのか？なんか普通は村の入り口にあったりする像ですし、移動させられたんじゃないの？やっぱりそうだよなぁ。なんかこの村の守護天使の像に、違和感があるんですよね。おそらくこの像の主は、ハゲに違いない。この村はどうやら、信仰心がないらしい。その割に教会はあるし、これもうわかんねえな。あちゃあ、私が天使だということ、バレちゃったか。てかラテイナさんの姿が見えてる時点で、ほぼほぼ天使確定だと思うんですけど。天使はあの人だけってことは、このラテイナさんは天使と関わりを持ったことがあるってことなのか？見えないぞ。このラテイナさんとやらは信仰心が高すぎて、見えないものが見えておるな。あ、天使だ。私と違って羽も生えてますし、ティーダのチンポもついてますね。エルギオス？なんか聞いたことある名前やな。あれか、ハゲの死だかなんだかそんな感じで、名前が出てきてましたよね。ここでその帝国が出てくるのか。てかこの兵士、ゲルニック将軍に見た目が似てない？気のせい？
時間でしょ。すぐ女をさらおうとするもの。この時代にメタボ中年ボデイの私がいれば、連れて行かれてたに違いないな、これは。これは守護天使様ですわ。しっかりと村の危機を救ってますね。ドラクエ11の主人公みたいな見た目をしてるだけのことはありますわ。これで復讐をされてラテイナさんもエルギオスもひどい目に遭うということなんでしょうね。だから退却させずにしっかりと全員始末する必要があったんですね。今何でもするって言ったよね。それじゃあまずは1億ゴールドの現金を用意、そしてこの土地にカジノを建設してもらおうじゃないか。サンディちゃんって妖精じゃないんか。じゃあ一体何なんだよ。というわけでドミールの地を目指すべく封印された洞窟を開けてもらいましょう。頑張ってエルギオスを見つけるんやで。一生ゴテゴテで全部私が解決するみたいな展開は勘弁してくれよ。というわけでどんな場所でもボスはいる、大改造がドンゴ戦です。がっつりパワー系みたいな見た目をしてますね。全体に30ダメージ程度を1回なら可愛いもんですわな。記憶から抹消していましたが、地図のボスにイオナズンを食らったのに比べれば優しいダメージ量ですわな。イオくらいのダメージしか出ていないわけですしね。なんかこのボス、えらい防御力が高いな。石像だったからということなんでしょう。そういうことなら多分、ルカニが通るんじゃないでしょうか。防御が高すぎるボスにはルカニが効くと、相場が決まってますからね。ひえー、恐ろしいダメージ量や。私だからなんとか受け切れたというレベルのダメージでしたね今の。ひとまずルカニが効いてくれたので、一安心ですわ。これでかなりダメージが、通っていくはず。何この必殺技は。書いてること、強すぎんか？しかも怒りの矛先が、私に向くのかよ。ひょっとしてパラディンの必殺技ってこのゲームで最強クラスなんじゃないの？なんか今までは MP 消費なしになるみたいな必殺チャージを待った後一ターン使ってやる行動かみたいなのもあったので相当実用的な必殺技に感じますね。しかもそのターンだけでなく複数ターン起動、その間私も行動できるというのがあまりにも強いですね。ガドンゴさんさ、空気というものを読みたまえ。何がどうなったら、会心の一撃をガードという展開になんねん。怒りが静まるのは結構早かったですが、ダメージ無効はまだ、機能してるみたいです。仁王立ちあたりと組ませるんでしょうねこれ。ガドンゴさん、あまりにも感触持ちすぎるだろ。すぐ怒りの矛先を向けてくるやんけ。もしかしてさっきのパラディンガードによる怒りの矛先向けって、本人がやるやつとは、別枠扱いなんですかね。応援をしたりもしたいところではあるんですが、痛恨の一撃も恐ろしいということで、私は基本的にかばっておくのが無難でしょう。一応殴りでは結構いいダメージを叩き出せているんですが、私がかばったりサイヤサが補助したりしている関係で、思ったより1ターンあたりのダメージ量は伸びていないのかもしれませんね。難しいところや。この舞踏家の一括という必殺技、ドラクエ10にもあったんですが、ボスでもひるんでくれるので、割と使い勝手がいいんですよね。ひるませつつ自分のテンションも一段階上げられるので、パラディンガード未満ではありますが、実戦級だと思います。惚れ惚れするダメージ量や、一発防がれて252ダメージは、別格ですわ。全員舞踏家でいいんじゃないか？一
応魔力覚醒とかいう、魔法版バイキルトみたいなのを使ったんですが、バイキルトほど火力が伸びないですね。やったぜ。口ほどにもないわ。やはりオナズンというヤバい攻撃を見たのと、必殺技が優秀だったということで精神的余裕があったのが、大きいと思いますね。というわけで光の矢をゲットし、これで崖に橋を架け、ドミールの里へと向かいます。なんかドラクエ1だかドラクエ3だかその辺で、こんな感じで崖に橋を架けて渡る演出、ありましたよね。そうそう、ドラクエ3はやっているようでほぼやっていないので、スイッチでの新作はぜひとも、プレイしたいと思ってます。むむって、村長さんのことをハゲだと思っていたんですが、どうやら楽天カードマンだったらしい。せやで、すごいやろう。私はここに債務者を集めてブレイブメンロードごっこをして、優越に浸るんや。黒いドラゴンを追いかけるというか裏切り者のハゲをやっつけるというか、まあそんな感じや。せやせや。謝罪の証として村長には、ブレイブメンロードごっこの先頭に立ってもらうで。光で道のようにはなっていますが、本当に道があるかどうかは未知数ですからね。手立てがあるというか、黒いドラゴンに対抗するには、白いドラゴンよ。てな感じでドミールの里までたどり着いたところで、今回はここまでにしておきましょうかね。ご視聴ありがとうございました。